久保さん。久保さん。久保さん。<laughs> お金があるにしておきましょうか。お金がなかった時、僕はお金がないドラマ。まあ、貧乏だった時ね。お金がないっていうドラマを見て、すげえなと。なんかすげえ心に刺さるものがあったわけなんですけど、今じゃあ、当時に比べるとお金があるわけですよ。当時に比べるとね。うーん。で、まあ、あの、コンビニ行っても、 まあ、てか、昔、自動販売機でジュースを買えなかったですからね。大学生の時とか。もう大学生の時は、あの、ペットボトル2リットルの水を冷やして、体育館持ってって練習してましたけど、みんなはね、自動販売機でジュース買ってたんですけど、僕買えなかったですから。この前ね、そう、久保さん、今すごく、あの、ペイと、この、あのコカ・コーラの自動販売機が、この、紐付けできてて、あの、あ、その、コカ・コーラアプリとペイペイを連動できるんですよ。 で、その、なんとかチェックオンとかいうかね。それが、あの、自動販売機にあるやつは、あの、ピッて繋げるじゃないですか。で、まあ、商品、スマホから選ぶわけですよね。で、選んだら、スワイプするんですよ、ピンって。で、そしたらペ、ペイペイで決済からチャリンってされるんですよ。だから本当に、小銭はあそこに入れなくていいんですよ。すごないですか。すげえな、今の時代、みたいな。 そう。超便利あれ。だってあの自動販売機で小銭入れるの超めんどくさいくないですかで、500円入れたらガタガタガタって落ちてきて、また引っしまって、バーって。ねこのピッて選んでピッて終了。<laughs> ね、すげえっすよね、今。ちょっと自動販売機でジュース買うの感動しましたよね。で、それでペイペイで決済してるんで、一応ペイペイのね、ステップアップの1回決済に入ってるんで <laughs>。今月も50回決済いきそうっすね。 あれ、50回ペイペイで決済すると、次が0.5%ぐらいその還元していただけるんですよね。そう、ペイペイステップっていうのがあって。今、ペイペイステップなんぼだ。あとね、多分こう、あと17回、あと17回ですね。いや、ちょっと頑張らないと。もう、ペイペイの策略にはまってますね。あと17回ちょっと決済すると。はい。 なんかちょっとコンビニでちょいちょい買って、買って、ここはクリアしようかなと。でこれね、ペイペイステップは50回決済か、50回決済とあと10万円払うとっていうのが2つあるんですよね。この、<笑><笑>何の話やねんって話なんですけど、まあまあまあさ、気軽にね <laughs>、自動販売機でジュース、昔お金なかったけど、いや、自動販売機で気軽にジュース買えますよ。ね。まあその、なんだ。 貯金10億とか5億はないですけど、昔に比べるとお金はあるとで。お金があって昔と変わったことがあるとするならば、やっぱその選択が増えたってことですよね。うん、やっぱ昔はその嫉妬、要は感情、感情がね、より豊かに生きられるっていう、要は多分ね、動画見てね、久保さんの動画とか見て嫉妬する人いるじゃないですか。てか、嫉妬の感情って人生において、まあ、 プラスに転機すればいいんだけども、なんか指さして、なんだあいつ、あいつ、どうせ俺なんか俺なんかっていう、なんかその、妬み嫉妬の感情で生きていく人生よりですよ。なんか優雅にね、ピッて買って、うう、みたいに飲んで、 そ,のそこの妬みとか嫉妬の感情が湧いてこない人生の方が良くないですかこれ感情の話です。で、人間は感情の生き物なんで、じゃあ毎日ムカついて生きてる人生なのか、毎日楽しく、なんか感情がね、なんか豊かに生きてる人生どっちがいいですか、どっちがいいですかどっちがいいですか指さして、何が億万長者だよ、ふざけんなよ、みたいな。それは俺はこっちはそれどこじゃねえんだよ、ふざけんなよって言ってる人生なのか、 あなんかいい話聞いたなと。まあ僕も普通にまあある程度は買えるしみたいな。どう,どうですかねどっちの人生がいい,い,いですか,か僕は思ったのがお金があるっていうことはその感情を豊かに保てるというか正常でたど保てるというかそのなんかそういうダークサイドの感情に支配されなくてよくなるっていうことですね。あとなんかもう買いたいけど我慢我慢我慢うわーみたいなとかね。 本当は買いたいのに、本当は食べたいのに、我慢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 みたいな、その感情じゃないですか、結局は。うん。もちろん、その、あの、何でもかんでも無駄遣いするっていうわけじゃないですよ。必要なものには、あ、これは必要だなって思った時に買えるかどうかなんですよね。ここ第一で。何でもかんでも買うっていうことじゃないですよ。だから僕も、これは必要じゃないと思ったら、ケチるし。全然ケチるし。 使わない、逆に使全く使わないしでもこれが必要だと自分に必要だなと思ったらお金投じるしだからその必要だなと思っても買えなかったらそれきついですよねだからお金はあった方がいいと思いますよ、うん、でお金がありますじゃあそしてあとはお金の使い方をどうするのかっていうで、お金の使い方に関してはいろいろ勉強して自分の中で基準を作った方がいいと思いますしお金があ,あってもしっかりお金を稼ぎに行くっていうことも大事ですしうん だお金がないっていうのはね、結局、まあ、あのドラマもね、大きくざっくり言ってしまうと、感情の動きなんですよ、人々の。お金がないと、どういう感情になって、一番最初のシーンなんかね、よし、逃げるぞみたいなね。お金がなくて、食い逃げして逃げるみたいなね。<laughs> だからさ、お金がないと、どういう人は感情になるのかっていう。あると、どういう感情になるのかっていう。 感情物語みたいな感じなんですよね。だから感情っていうのはすごく大切なものなんだけど、感情に支配されるんじゃなくて、お金をある程度持って、自分で感情をコントロールする人生の方がいいと思います。どっちがいいですかね。感情に支配される人生なのか、感情をコントロールできる人生なのか、どっちの方がいいと思いますあなたはお金という感情に支配されてるんですよ。言ってらっしゃい。